こ。あ、そんな。うん。あ、ちょっと甘じょっぱいかも。りんちゃんち。これでちょっと煮込もうかな。欲しいね、富士山。あ、ちょっと頭だけ見えた。頭だけ見えてきたね。さよちゃん、おはようございます。ママの真似して隠れてる。うーちゃん、うーちゃんどこ行っちゃったの。緊急事態です。うーちゃん行方不明。うーちゃん行方不明。おはようございません。おはようございません。さあ起きるよ。いいんじゃないこのコート。これ買っちゃおうか。なんかあんま道の駅らしい道の駅じゃない道の駅なんだね、うん、ここサービスエリアにもなってるってことだよね。向こう貸しがサービスエリアなんだよね。ああパーキングかサービスエリアかで、うん、でなんかそこが網から向こうがそうでそっから入れるらしい。えっぽくない。ほら温泉って書いてあるかっち、うん、今日は天気がよく山がすごい、うん、おすごいね。うん、山すごいよね。南アルプス綺麗。で、今日はあれ身延山や身延。身延ゆるキャンの聖地行ったことないんだよな。身延だけは今まで一回も行ったことないんじゃない。ないない。初身延。ちょっとずっと行きたいなって数年前から思ってはいたものの行く機会なくてずっと行ってないんだよね。ちょっと下なんだよね、山梨は。なかなか行く機会がなかったからこの山梨旅の時に行こうと思ってたんだ。本栖湖とかもそっち側ってこと。うち本栖湖も行ってないじゃん多分。本栖湖も行ったことない。でもあれば港湾の前通ろうかなぐらい。うーん、今日なんか割とゆるキャン聖地巡礼みたいになってない。そうそう。うん、綺麗な景色です。雪だいぶ溶けたのか。こっちの方はあんま雪ないってことか。うん、昨日のとこの方が寒いのか。こっち10度あったよ。意外と遠いね、27キロ。あ、意外とあるもん。30分後この先、およそ200メートル先、右側。でも雪残ってる。日陰は。まあ、残ってるってことは降ったもんね。うん。うわうわ。何もつけるの？見ろ。あ、マジで。うん、ママあんな高校生活送ってみたかったよ。グランドで焚き火はなかなかだけど。いや楽しそうだよね。ちょっとさ。駐車場がここか。あとね、あとこれか。開いてんだ。あとね、駅の方に、ね、あるね。その駅の方がちょっと大きいから。これあこれこれ駅駅駅。おお。これあれだ。ゆるキャンの。ゆるキャンの駅。へえ。あ、今車が出てきたし。あ、見逃まんじゅう。そこそこそこ。あ、でこれがほら、りんちゃんたちが。へい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 。で、これが駐車場なんだ。ここね、すぐね。商店街駐車場。へえ、2時間制だって。この奥のとこがの方が来客用だったみたいで、ま、ちょっと回る人はこの来客用なんじゃない。そう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 。とか、あとね、やっぱキャンプちょっとでかいからね。うん、奥にね。無事に到着。電車来る。身延駅。うん、さっき電車取って、うん、ここが駅だね。うん、あそこがあれや、身延まんじゅうだね。ここで食べるか。うん、うん、本当だ。りんちゃんスクーターでしょ。これでしょ。りんちゃん見てほら、りんちゃんのバイクで。りんちゃんのバイクリンちゃんスクーター。いいの？うん。あ、でもそっか、みんな電車乗ってんのか。うん、
高校生だから。あれだとね。綺麗だ。富士山どこだろう。どこだ。なんか街並みが結構古い感じの街並みだ。うん、ん？ああ、ゆるキャンの身の部番中買ってこっか。うん。買ってきました。おまけの番中ももらったよ。あ、そうなの？そんなのあるの？え？おまけ。あそこで食べようじゃん。おまけもらった。うん。きれいだよ、みーちゃん。これあれやで。りんちゃんと同じ川やで。そうだよ。ここでみんな見ながら食べてたっていう。そうだよ。おまけのおまんじゅう2個もらったよ。もはや、おまけだけで足りちゃうかもしれない。はい、どうぞ。みのぶって書かれてます。パパもあるよ。うん。みのぶ。これパパ、あ、ちょっと甘じょっぱいかも。あ、でも美味しい。皮がもちもちしてる。ロープウェイで登れるのかな。なんかロープウェイっぽいのあるよ。そうでしょ。さあ、どうする次。いや、特に何も決めてないから、ちょっとフラッとするか、それとももう元栖湖行っちゃうか。元栖湖とか回るんだったら、まあ早めてた方がまあ楽は楽。いい、ね、よし。結構ぎっしりしてるから。重っ。重くない？重っ。え、そんなに重い？うん、重いよ、本当に。あ、重い。思ったより重くない？重い、ヘビー。よし、まあとりあえずちょっと元栖湖周り行ってみるか。身延まんじゅうを買って、買っただけだったね。マリヒョロヒョロっと見て。この後まだちょっと散策したいから早めにって感じ。ロープウェイとかになったかな？これ。これ身延さん。なんかあのゲロの皮みたいな。そうだね。から一回買い物行きたいんだけど。あ、さっき言ってたとこ。でもどうせ買い物行くんだったらゆるキャンのセルバ。漫画だとゼブラ。ゼブラ？そう。でも本物はセルバらしい。へえ。でそのちゃんとモデル地になった場所がこの近くにあるから、そこ行って、でアニメとか漫画だとそのゼブラの横確か酒屋なんで、アルバイトしてたとこか。そこの酒屋がもし酒屋もあるんだったらワンチャン拍手ないかな。拍手パトロールもしてる。 あれ酒屋はないのかな。酒屋もあんのかな。コメリはなんか何個かあるんだ。これか、サンロード。あ、シャトレーゼ入ってるじゃん、パパ。え、でもコメリなんじゃない、これもしかして。酒屋じゃないんじゃない。あ、シャトレーゼなんじゃない。あ、そういうこと。うん、あれじゃん、酒屋じゃなくて。それかあの薬のスーパードラッグか。どうだろう。セルバか。コメリかな。コメリだったのか。こっち側にもあるけど、ちょっと分かんないね。何を買ったの？よもぎ。大福？大福とか。まんじゅうじゃないんだ。シャトレーゼで。そう、シャトレーゼで作ってる。しかも白州の名水とかで作ったよもぎ大福。結局酒屋さんはなく。そう。今回の旅白州を諦めてください。いや本当に白州こんなにもないんだって。ない。今ブームなんだね。こっからもっと少し近い。言うて30分ぐらいかな。あ、そうなの。そんなに近く。え、じいちゃんの家が近いの。うん、まあ近いっていうか道中で。こ
公安に向かう途中にみーちゃんちがあるらしい。多分車から見て終わりだと思う。止めづらさそうだもんね。右側に出てくるよ。右側にそこ開けてみてみよう。りんちゃんちもうちょっとだって。もう来るよりんちゃんち。あれか？あれだ。あれだ。あれがりんちゃんちだ。止めれないねあれは。今目の前にあるからすぐ横に通る。今うーちゃんの横に見えたやつ。あこれから見える。今これりんちゃんち。りんちゃんちです。りんちゃんち。さあさあさあ。終わっちゃったりんちゃんち。一瞬で終わった。多分映ってると思ってる。あれ なんとか会館とかなのかな。なんだろう、公民館的な。全く使ってないわけではなさそうなんだよ。うん、結構いきなりりんちゃん家でびっくりだわ。施設か。この辺もまだ弥勒町なんだね。そうだね、ちょっと走ったもんね弥勒駅の方から。さっきよりこっちの方が涼しいのかもね。まあ、やばいだからね。雪がすごくなってきた。川すごいぐるんぐるんした。なんかこれからぐるんぐるんする。なんか山梨って面白いね。景色がすごい変わる。うん、目まぐるしく変化する。あ、時期もあるんだっけ。うん、なんかでもあれだね、やっぱ気温下がったりね。なんかちょっと寒いよ山道。あー、ママなんかナビ見て。あらナビがなんかえぐい。だいぶ忙しいことになってる。これ動画撮れないかもしれない、グネグネしすぎて。ナビがえぐい。すごいグネグネロードや。今日はドライブ動画だ。ドライブ動画だね。すごい。こっからグネグネロード。まあ、幸い今のところ道の細さはないから。これがいつまで、まだ半分ぐらいあるな。まだまだあと半分ぐらい。いや山綺麗よ。映ってるかな。なんか逆光であれしちゃってる。そんなことないか。そう、全然まだ走りやすい。やっぱこれで道幅がないとなると結構しんどくなる。うん、こんだけグネグネして道幅ないと寒い。いい景色。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。結構登るんだね、トスコ。そうだね、モトスコって雪降ってんの？降る場所なの？ちょっとお外ダウンじゃないと寒いかもしれない。それモトスコっぽいよね。そう。駐車場？あ、これか。これが駐車場ね。おー！おー、すごいね。なんかすごい。わー、綺麗。綺麗。モトスコ。寒いね。ふーちゃん後ろ見てごらん。雪や。だからキャンプ場はさ、公安はこの下でしょ。うん。さすがにこの時期やってないのかね。やってるか。やってるね。すごいね。寒いなここやっぱり。ゆるキャンのトイレ行く。あ、惜しい。富士山がもう少しで見えそう。惜しいね。頭がちょろっとだけ見えてる。ゆいちゃんもその横でやる。写真撮るよ。気のせいじゃない。気のせいじゃない、雪だよこれ。本当に？降ってんじゃん。雪降ってるよ。すごいな。戻すか、凍ってはないんだ。寒い。欲しいね、富士山。あ、ちょっと頭だけ見えた。見えない。ん？あ、でもちょっと見えてきたじゃん。うん。いや、綺麗です。本当だね、木だらけだね。あっちはどう行くの？普通に行けるの？どうやって行くんだろうね。このまま降りれる。臭かったけど、うん、通れるんだったらちょっとグリって行きたいけどね。ね、道幅的に行けるのかな。なんか狭そうじゃない。狭
じゃ戻る。いやでもすごいね、この時期キャンパーいっぱいいるね。キャンプは無理だろう。うん、もう帰りの方向に先ね、ここでそう、この場所景色の良いルートに入りました。いやー惜しかったね。でも富士山ワンチャン行けるかなと思って、てっぺんだけ見えたね。でももう暗くなってきちゃったからこれ以上は晴れないと思うな。いや寒かった、耳痛かったもんね。それなりに3度って書いてあったけど、ただあのこの環境でキャンプできるかね。そうだね、フル装備で行くればいけるか。薪ストーブある人は薪ストーブあったら最高だろうね。ちゃんと準備しないと結構やばい、ね、やばい。綺麗、もう閉めていいよ、横寒い、すごい。おー、本当はここに富士山がボンってある、あるんだね。もっとすこまたちょっと来たいな。意外となんかあれだね、何個キャンプ場なんだね、トスって。うんうん、やってるかどうかはわからない。そうそう、こういう湖沿いに RV パークあるべないと最高だね。で、こっからはどちらへ。からは今日は RV パーク撮ってるから、ラグウェイ。りょうちゃんいないけど、りょうちゃん不在だけど、りょうちゃんのとここの間ちょうどね、ジャパンキャンピングカーショーでアワード撮ったインフルエンサー部門第2位。でも動画にはしてないんだよね。りょうちゃんは結構昔からラグウェイをね、オープンした時くらいなんかちょこちょこ会うようになって。そう、山梨旅ではどっかしらでラグウェイ入れようと思って、あのほら紹介してなかったから。うん、まあまあとりあえずそこに、ここからあと1時間ちょいちょいぐらいかかっちゃうね。とりあえずピュンだね、南アルプス。でもなんかさっき甲府市って書いてあったよ、長井川、はい、あそこ雪降ってんのかな、上のとこ。なんかでも雪降ってそうやな、あっち側、ね、でも片やあっちはすごい綺麗に山が見えてる。でもこの辺はあんま雪残ってないね。そうだね、言われてみれば。荻野を行って最後の白州パトロールはございません。さて、もう近いよ、ラグウェイ。ラグウェイはあれなんだよね、まさかのあのタンカー仲間がいる、先にいるっていう。そう、もともとね、山梨に全然突発できたから、もともとラグウェイも予定してなかった、ね、どうせ行くなら行きたいなと思ってたら、たまたま今日ラグウェイいるよみたいな。山梨いるよみたいな。そうそう、一人はキャンピングカーオーナーで出てくれたリバティの、うん、一人がそう、いやこの間ほら紹介したさ、千葉のメッキのやってくれた方、うん、エムズホイルさんがまさかの山梨ラグウェイにいる、ね、まあ、もう今向かってるしさ、ね、でラグウェイはねこの辺から曲がるんだよね、あれか。ここがね結構みんなね、狭い、本当に合ってるみたいになる、ね、住宅街だよね。最初はマジでハテナマークなの。え、大丈夫、ここ見て行ってみると、ああ、あったあったってなる、うん、だ知ってればなんともないけど、知らないと確かにちょっと一瞬あれだよ。目的地付近です、音声案内を終了します。ここがラグウェイ、確率 20% です。これちなみにラグウェイのレンタカー。上がってるからなんか深く座る分にはいいんだけど、作業すると腰が痛い。レシバークマン、それワークマンのなんだっけ、ポンチョみたいな、ポンチョキャンプ用にちょうど良さそうね。そう、そう、これワークマンのズボンも鉄板だよ、めっちゃもう重宝してる。これめっちゃ高い。うちもカポンもだってもう履き替えてきてる、ワークマン、うん、これは鉄板や、なんかキャンパーみたいでしょ。で今日久々にフル装備、これマジで久々に出したから汚いっていう、うん、あと照明は適当に、とりあえず3連と3連、今日は風団のみで頑張ると思います。あとルーメラ、あと一応ランタン一式、まあ、どこのタイミングで出すかまた考えて。バッテリー入ってるでしょ。入ってる、初、うん、あの空調服のバッテリーにもなる、そう、どっちも使えるってすごいね。これか、これ、そう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 。でそれでさ、本体光ってない、本体、あ、そっちじゃない、あのこっち、あ、ついてる、あ、じゃあ OKOK、 それで OK。 お疲れ様です。お待たせしました。時間がないと3周年で人だけ入れちゃったから、うん、ありがとうございます。
フィーダーがないから頑張ってる。ありがとうございます。そうなんだよね。もつ焼きで、もつ焼きで。一人串なしだと思っていた。これ入れれば、あ、やったかいんじゃない？これでもさ、あんまり入れすぎると溢れちゃうか。溢れるなら。はい、楽しそう。そうなんですね。なんかでも、やっぱり手が悪いんだけど、ちょっと食べてみると分からない。もうちょっと釣れると思ったんだけど、一人で。あれみたいな。まんま。なんかでもこれの方が油があるから、ちょっと揚げたみたいになってる。こっちの方が美味しい。新しい料理。あ、本当だ。おかわりも。うん。うまっ。全部肉入れちゃう。ドリルみたいになっちゃう。そう、ぶどう入れたらやばいんじゃないかな。溢れちゃうからもしれない。どけーぞ。やばいね、これ。雨降ってきたな。うん、大丈夫かな、混ぜられるかな。量が。なんかもう下に野菜が溜まってるからひっくり返したいんだけど。これでちょっと煮込もうかな。一日ずれてる。ちょっと待って。おやおや。Yes。それはもうちょっとやばいよ。あちちになっちゃう。なんかすごいな。適当に入れちゃうね。うん、ちょっとはい。うんね、適当に。はい、どうぞ。よし。楽しい夜はあっという間で。ふうちゃん、おやすみ。よし、おはようございません。おはようございません。ふうちゃんもおはようございません。さあ、準備して、ちょっと一回サイトも片付けないと。よし、じゃあちょっとやるかい。よし、ね、今回泊まったラーゲルはこんな感じ。朝起きたら、オーナーのりょうちゃんも、なめかじさんも、いつものメンバー、集合していたという。でも白馬から帰ってきたみたいで、びっくり。ちなみにこんな感じの、すごい高規格な、こんな感じで大きい車も入れる。まあ本当はねこの奥に入るんだけど、もう今日はねそのまま皿止めしてるみたいな。あ、そうそう、でこのラグウェイはこれレンタルやってます。マトリックスレンタル。今僕のボーンの横に泊まってるサンリビングもやってる。3台ぐらいあるかな。そうで、施設がダンプもあって、水道もあって、お湯も使える。あと電源、あとここ使える。ここ使ってテントとか、まあ、昨日もここでテント立ててで分別すれば缶瓶とかこういうのも捨てれます。ゴミも不要かな、捨てることができます。この中に、ね、トイレとかあって、はい、こんな感じですね。かわいい、スーパー綺麗だし、結構広いんです。なんで全然ね、温泉とか入れなくてもラグウェイ来ればね、一応シャワー入る。で今真冬ですけど、それでもちゃんと使いました。で来たらここで受付かな。りょうちゃんいる時はね、りょうちゃんのとこ行って受付もできるけど、いない時はねここで受付してお金を払って、まあペイペイでね振り込みも可能と。でトイレはねこんな感じであります。やりね、かなり綺麗です。ちゃんとウォシュレット付きのトイレですね。りょうちゃんいるときはこれ使える。洗車ができる。あ、洗車やらせてくれるって。あ、本当に？やった、もう汚いからな。もうそう。ちなみにオーナーです。ラグビーさんのオーナーです。りょうちゃん、あらっす。もう早速ガンガンかけてもらってるという。で、なんかこれはラグウェイさん泊まれば、これね、なんかあの寮長に言えば貸し出してくれるってことなんで、洗車可能。いや、めっちゃありがたい。この時期雪とか走るんで泥がねすごいんですよね。泥落とせるだけでも全然違う。
これちなみにもう普通の高圧で、高圧でお湯でやってます。あ、お湯でやってるんですか。へ、はい、お湯出るんですね。お湯出るんです、ここで、はい、お湯洗車。お湯洗車です。僕が、はい、冬洗車しなきゃならないんで、あ、寒いの嫌なんで、レンタカーを洗車しなきゃいけないから、はい、なるほど、お湯出るよ、なるほど。あ、そうそう、レンタカーがちなみにこちらも、これもレンタカーやってます、サンリビング。あとこっちのね、アドリアも、このサイズぐらいだったらね、結構あの乗りやすいかなと思います、初めての方でもね。まあ、これぐらいです、サイズは。ちょっとまあ普通車が長いかな。やっぱね、このクラスになるとちょっと勇気いるんで。あとあのね、一番奥に止まってるマトリックス、この3台がね、りょうちゃんのところで高いやってますんで、ぜひですね、ラグウェイさん来て RV パーク使う方も OK だし、レンタルしてこれ、ね、ラグジュアリーなね、キャンピングカーに乗るっていうのもすごいありかなと思います。後ろは今めちゃめちゃ汚れてるんで、すごい泥が動いてる。いやーすごい。ちょっと今ちょろっとちょろっと、これ取りますよ、取りますよ。それなんですか。あ、泡だ、すごい泡が使える、すごっ。いや、毎回かけるよ。いや、すごい、ラグウェイ本格的な洗車だった。あ、それもあるんですね。そうそう、上、洗えるやつ。今日はなんか特別オプションでなめかじさんも洗ってくれるって。これなめかじさんがやるとこういうオプションあるんですか。うん、あ、そうそう。これが止まってるかも大体やらされる。うちのスタッフだから。うちのスタッフ。あ、すごい。そのためにこういうのはないですかね。ああ、上、上用な降車っすね。え、そもそも洗車のなんかそういうコーティングとかオプションでやってるんですか。気持ちが乗ればやります。気持ちが気持ちが乗ればやるんですよね。はい、はい、できるように物は持ってます。あ、なるほどなるほど、はい、前もって言ってくれれば。へえ、はい、ちなみにコーティングとかってどれぐらいするんですか、費用。どのぐらいですかね、車にもよるんで。なんで、ね、あ、このサイズでどんぐらいですか。まあ、本当そんなにいいやつじゃないんですけど、はいはい、まあ7万ぐらいは、はいはいはい。あ、でもそれでもやってもらえるんですね。はい、へえ。ちなみにこの洗車サービスはおいくらぐらいでやってるんですか。8000円ぐらい。あ、そんなもんでやってるんですね。はい、意外と安かった。そこは意外と安かったですね。いやー、でもキャブコンサイズでここまで洗車してくれて8000円は結構安いんじゃないかな。車ピカピカになった、見てごらん、ボンちゃんピカピカや。このメッキパーツがこんなに綺麗だ。してんの、こんなに綺麗だ。武器が変わってもう白いっしょ。ああ、わ、すごいっすね、すごいっすね。え、ちなみにもともとなんかこういう洗車系ってやってたんですか。いや、僕、はい、車が好きなんで、はい、自分の車とかは、あ、もう磨いてました。あ、じゃあもともともう最初は趣味で、はい、自分の車も綺麗にしとりたいんで。はい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 、はい、あ、そういうことですね、はい、確かにレンタカーでかいのに綺麗です。どのレンタカーも。わー、すげー綺麗。だいぶ、いや、もうだいぶだいぶ綺麗です。かなり綺麗、こんな感じですもんね。そうそうそう、こんな感じでした、こんな感じでした。これがまあもうこんぐらいやっぱ差が出るってことですね。まあ、もともとのね、色の差がありますけど、はいはいはい、あ、そうっすね、触った感じが全然違う。うん、あ、もう結果今こんな感じで、前から行くとこのメッキも綺麗になって、これですね、これも綺麗になって、全面的に綺麗です。ホイールも綺麗、こんな感じで全部綺麗です。安心安全マネシャチャンネル、あなたのキャンピングカーも洗っちゃいますよ、よろしくお願いします。みんなもお邪魔バイバイ、みんなもバイバイ、ありがとうね。重い重い、帰りましょう。最終日はずっとラグウェイ、最終日ラグウェイだったね。
一日ラグいないかと思ったらね、まさかの洗車までしてもらっちゃって、そう、あの本当ね、最後ねラグウェイってどんなところなのか紹介になっちゃったけど、でも本当ねここねすごいその辺はね良くてね、 RV パーク自体、うん、まあ、実際ほら今回さキャンピングカーショーでもインフルエンサー部門第2位だからね、うん、そうだね、でほら今回さ温泉行ったけどさ歩いてきんじゃん、あそうそう、でラグウェイ割りでね1人大人500円になるだけ、そう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 、まあ、あるし、あとね動画では紹介してないんだけど、ラグウェイから出てすぐなんですけど、この右側にある福源っていう台湾料理だっけ、ここがこの店、この店がねいつも行くところで、ここ美味しいし安いんだよ、安いで大盛り、とんでもなく安いんだよ、意外とこのラグウェイ止めちゃえばねその場足でね行けちゃうから、そうそうそう、その辺はねちょっとねまた違う魅力がある、うん、ここを拠点にすると、最初初日に行ったあの北斗の方、うん、八ヶ岳、うん、あの辺もここからだったら近いから、で逆に昨日行った身延、はいはい、身延も近いで、ちょうど間だから、それもいいんじゃない、これ場所がいいで、今回は全然紹介しなかったけど、そのほら河口湖とかさ山中湖とかさ、もううちも多分数えきれないぐらい行ってるから、今回はいつも行かない山梨ルート側を散策って感じだよね、そうで山梨って結構ね見るところあるから、今回だからこっちだけに絞ってよかったよ、そうだね、あんまりあちこち行かなくてよかった、うんうんうん、その中でやっぱ楽しめたから、またねこれはね冬の山梨でねすごい楽しかった、まああとはねこっからあゆっくりね帰るだけだ、でも今日はねお風呂も入ったしご飯も食べたし、ふーちゃんも歯磨きしたから寝るだけだ、寝るだけ、そんな感じで、もうあとさらっと帰ろう、何時間かかるんだろう、いやでも2時間半ぐらいだよ、ああもう空いてるしね、うん、まあゆっくりね安全運転で帰れば OK だ、くたばったもしたら、じゃあまたね、バイバイ。